こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはジェントルメン。綺麗なスタートを切りました。シルバーチャーム前に行きそうです。河内大王それに続いています。さらにはジェントルメン、7番フローエイコーン、その後ろサンセットエーデン、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。サンドピット先手を取りました。大きく離れました。ジェントルメンこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭からサンドピット先手を取りました。大きく離れました。ジェントルメン河内大王後位をキープ。少し離れてフローエイコーン続いています。その後ろからはビクタークーリー、シルバーチャーム、すぐ後ろ少し間が空いてシュアオレンジ、スキップアウェイ、すぐ後ろオレンジの帽子、ダイヤモンドキャスト、その後ろからはオーサムアゲイン、すぐ後ろにパラダイススパークル。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はサンドピット、2番手は河内大王。これは絶好の手応え。河内大王いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンドピット先頭、あと 200m、 サンドピット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シルバーチャーム抜けた。2番手はジェントルメン、シルバーチャーム1着、シルバーチャーム1着、2着にはどうやらスキップアウェイ、勝ったのはシルバーチャーム。見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マルターズウィッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマルターズウィッシュ行きました。続いて前へ行くのはハイブリッジ、さらにはライトショット、12番ファビラスラフイン、その後ろトロピカルダイヤ、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。ハイブリッジ先手を取りました。並んで3番フリートシャルマン、黄色の帽子、ライトショット、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはハイブリッジ、その外にライトショット、オレンジの帽子マルターズウィッシュ、その後ろ好位置をキープしていますファビラスラフイン、フリートシャルマン、そのうちに続いています黒の帽子ビクトリーウェル、その後ろその隣にグラウンスパーブ、その横にスターメロディー、マスターノベル、この馬もこのグループ。これに続くのがメモリーズオブシルバー、並んで1番スパイスピーチ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ファビラスラフイン早くも先頭、2番手はハイブリッジ、ライトショット、3番手さあファビラスラフイン、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はファビラスラフイン、ライトショット続いています。並んでハイブリッジ、その外からはマルターズウィッシュ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファビラスラフイン先頭、残り 200m、 ファビラスラフイン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。メモリーズオブシルバー、2番手はファビラスラフイン、メモリーズオブシルバー、ゴールイン、メモリーズオブシルバー1着、2着にはどうやらファビラスラフイン、メモリーズオブシルバー。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ルイカトルズ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。サイフォン前に行きそうです。ルイカトルズそれに続いています。さらにはコンサートスピリット、8番アルファベットスープ、その後ろファントムブルー、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からルイカトルズ先手を取りました。バブルトワイニング、それに続きます。その隣にサイフォン、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはルイカトルズ、その横にプレシャスシルビア、その外からコンサートスピリット、その後ろにアッティカス、ランドピール、そのうちに続いています。赤の帽子バブルトワイニング、その後ろサーガドラのすぐ後ろ、その後ろからはクリアパーク、白の帽子ベリークリーク、その後ろアブクバポーロ、この位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サイフォン後続を引き離す。アルファベットスープほとんど差がありません。プレシャスシルビア、3番手アブクバポーロ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアルファベットスープ、並んでコンサートスピリット、内からはルイカトルズ、プレシャスシルビア、その後ろランドピール、その後ろその外からはアッティカス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はルイカトルズ、ルイカトルズ先頭、残り 100m、 ルイカトルズ先頭、アルファベットスープ追いすがります。ルイカトルズ、ルイカトルズ1着、2着は微妙です。ルイカトルズここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マーベラスサンデー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマーベラスサンデー行きました。続いて前へ行くのはミルサスピション、さらにはフラッグダウン、6番ブリリアントアヘッド、その後ろレイントラップ、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。マーベラスサンデー先手を取りました。並んで14番アルーリングアドラーブル、すぐ後ろにミルサスピション、その隣にフラッグダウン、その横にブリリアントアヘッド、ファンシーモーニング、この馬もこのグループ、すぐ隣にタイムトゥコネクション、グロリーキャリー、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方からフラッグダウン先手を取りました。これに続いてアルーリングアドラーブル、マーベラスサンデー後位をキープ、緑の帽子ミルサスピション、その後ろすぐ後ろにグロリーキャリー、並んで4番タイムトゥコネクション、その外にサンタフェルック、その隣にブリリアントアヘッド、その外にザルーブル、エアタバスコ、そのうちに続いています。その後ろにダビッドフォーエバー、ウォータースマイル、そのうちに続いています。最後方にレイントラップ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はアルーリングアドラーブル、2番手はマーベラスサンデー、これは絶好の手応え。フラッグダウン、3番手マーベラスサンデー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアルーリングアドラーブル、マーベラスサンデー2番手、間が空いてフラッグダウン、その隣からはミルサスピション、ファンシーモーニング、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はマーベラスサンデー、残り 200m、 マーベラスサンデー余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はアルーリングアドラーブル、完璧です。圧倒的な強さを見せましたマーベラスサンデー。1着、2着はタイムトゥコネクション、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたマーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフリーブラッド。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフリーブラッド花に立ちます。その後ろからはダホス、この馬も上がっていく構えです。さらにはオールコネクション、4番ブライトライツ、その後ろラビーブ、後方からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはランニングクリーク、並んで4番ブライトライツ、クリス・ザ・ソネット、この馬もこのグループ、トロットサンダー、好位をキープ。並んで14番フリーブラッド、すぐ後ろにサンシャインリボーン、さらにはダホス、並んで2番サンライズロータス、その外からオールコネクション、その外にダンディクラブ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。クリス・ザ・ソネット、2番手はランニングクリーク、サンシャインリボーン、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。クリス・ザ・ソネット先頭、トロットサンダー先頭、2番手はサンシャインリボーン、残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はラビーブ、トロットサンダー今ゴールイン、段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着はラビーブ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンライトアラート、これはいいスタートを切りました。ヒートビクトリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくヒートビクトリー行きました。続いて前へ行くのはマウントウイング、さらにはサンライトアラート、10番ハートイン、その後ろ前に戻りましょう。サンライトアラート先手を取りました。内からはヒートビクトリー、その外からセプテンバーバージャ、内からはハートイン、白の帽子シーキングザパール、いい位置につけました。すぐ後ろにスリーピータイム、その外からキュートベルベット、これに続いてノットアップ、ストレートロジック、そのうちに続いています。その外にシーズメドウ、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前に戻りましょう。先手を取ったのはインディアンシャルマン、先頭は依然としてインディアンシャルマン、ハートイン、ほとんど差がありません。ハートフェアリー、3番手シーキングザパール、いい位置です。先頭を捉えにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はハートイン、ハートイン先頭、残り 200m、 ハートイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ハートイン、ここまでか。センセーション、スリーピータイム追いすがります。センセーション、センセーション、1着2着にはどうやらスリーピータイム、勝ったのはセンセーション、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエアデジャブ。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。エアデジャブ先頭、ノーブルカメリア。エアデジャブ食らいつく、ノーブルカメリア。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠の岸明けぼのゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはヒーバーゴルフローズ、芸心さんさん。この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがノーブルデライト、続いていくのがヒーバーゴルフローズ、芸心バーリー、そのうちに続いていますフラワーパーク。好位をキープ、ピンクの帽子岸明けぼの、その後ろ、その隣にマサラッキー、その外からヤマニンパラダイス、進行フォレスト、それに続いています。ここで待機マーシャル先頭に変わりました。マサラッキーほとんど差がありません。さあフラワーパーク、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってフラワーパーク、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はマサラッキー、フラワーパーク独走、フラワーパークぶっちぎりです。フラワーパーク1着、2着は微妙です。フラワーパーク、春の高松宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。